皆さんこんにちは、書道家の梁風花です。今回はこのようなグラデーションのついた文字を書いていこうと思います。このグラデーションなんですけども、1本の筆でこのように色が分かれて出るようになってるんですね。何回も分けて書いているわけではないので、その書き方ちょっとご紹介したいなと思います。はい。で、まずは用意していただきたいのが筆です。いつも私は文字を書くときは羊毛って言って、こうかなり柔らかいヤギのこの部分の毛、顎の毛、で書いています。これで今回、グラデーションを書いてしまうと、こうちょっと柔らかすぎて筆の、だんだんこう色が出てくるっていうのがちょっと表現しにくいので、今回は研毛といってちょっと固めの毛質のものを使っていこうと思います。なのでこれと、あとは、絵の具ですね。私はこのようなチューブ入りの絵の具を使っています。で、あとは絵の具を入れられるような、お花形のプレートだったりとか、あとは筆を洗いたいので、こうちょっと中に水入れられるようなもの、あと、にじむような感じの紙があればできます。じゃあ早速挑戦していきたいと思います。では今回は黄色と青と緑を使っていきたいと思います。まずは色を出していきます。この筆でいうと、この腹のあたりぐらいまで深い緑を入れて、で、この色がついてる中間あたりに黄緑をじゃない、黄色ですね。黄色をつけるような感じ。こんな感じですね。で、次、毛先の部分に青を含ませていきます。青、黄色、緑というように3色になるように筆に絵の具をつけていきます。じゃあ早速描いていきます。本当に色が出るか緊張ですね。はい、ではまずは青から、次黄色出てきましたね。お、緑が最後出てきてくれてます。できました。このようなグラデーションになりました。ちょっと青最初で終わっちゃったので、もう少し青を毛先に多めにつければ、ここら辺まで青が続いてもっとグラデーションが強く出たかもしれないですね。はい、ちょっと描くときはやはり毛先の方に色をつけているので、毛先で最初描き始めて、どんどん筆の腹を使って描けるようにしていくと、うまく徐々に徐々に色が変わっていくというように描けると思います。青、黄色、緑というようにつけてあります。はい、で、先に青がついているので、毛先から先に紙面につくようにして、で、だんだん腹を使っていくようにするとグラデーションが出てきます。今回書かせていただいたのはこちらの彩りという文字です。このように書かせていただきましたが、他にもこのような海という字だったり、炎という字だったり、いろいろと文字や色を変えれば表現ができますので、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。他にもこのグラデーションを使って年賀状を書いたり、あとは暑中お見舞いとか書いたり、いろいろと応用ができますので、ぜひチャレンジしてみてください。
いかがでしたでしょうか。涼風花の YouTube チャンネル、他にもいろいろと挑戦していきたいと思います。よろしければチャンネルの登録やコメントをいただけますと励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。